長野県第2区はかつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された廃止まで定数は3。1994年の小選挙区制の導入により小選挙区の長野3区の一部となっている自治体の名称は 第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数368,864人。 投票率 78.、78.57%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数、35万6176人、投票率 79.、79.19%第38回衆議院議員、総選挙7月6日、執行当日有権者数、34万5466人、投票率、 78.08%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数。33万8191人。投票率 66.。66.76%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日。有権者数。32万7282人。投票率 79.。79.30%。 第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、32万5065人、投票率 72.、72.12%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、31万7277人、投票率 79.、79.37%第33回衆議院議員、 総選挙12月10日執行当日有権者数30万4888人投票率81.65%第32回衆議院議員総選挙12月27日執行当日有権者数29万6125人投票率83.55%第31回衆議院議員 総選挙1月29日執行当日有権者数295451人投票率83.57%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数296,250人投票率82.63%第29回衆議院議員 総選挙11月20日執行当日有権者数29万544人投票率79.53%第28回衆議院議員総選挙5月22日執行当日有権者数27万7856人投票率87.10%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行 当日有権者数26、269,286人、投票率 88.、88.26%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、267,719人、投票率 85.、85.10%。第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数。 27万9437人、投票率 83.、83.79%第24回衆議院議員、総選挙1月23日執行当日、有権者数、26万5246人、投票率 81.、81.39%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、26万9509人、 投票率72.56%ありがとうございます。